皆さん、こんにちは。上沼恵美子さんはラジオで共演したことのある佐川光雄さんを悼みました。ちょっとショックと話し、当時の自身の無礼を詫びたとのことです。一体何があったのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。タレント上沼恵美子さんが2024年4月22日パーソナリティを務める ABC ラジオ上沼恵美子の心晴天に生出演しました。ラジオで共演した歌手で俳優の佐川光雄さんの訃報を受け悼んでいました。同番組の前身パノラマ大放送で上沼恵美子さんが佐川光雄さんに、初めは嫌がりはったけど私が一緒にやりたいとラブコールを送り、共演が実現したといいます。10年以上一緒にやっていた、何度も食事をご一緒させていただいたと述べています。上沼恵美子さんのコンサートにもゲスト出演してもらうなど交流を深めてきたそうです。訃報に触れ、ちょっとショックと声のトーンを落とし続けました。やっぱり亡くなるんやな、バタバタと、なんか知っている人が亡くなるので寂しいわと悲しんでいました。ナイーブな方だったと振り返り、頭がハゲて張って、おでこのあたりの肌が小麦色だったので高い卵のヨード卵光って呼んでいたと言います。ある日、佐川光雄さんの家族と食事した時、妻から、上沼さん、うちの人がヨード卵光で傷ついているのよと打ち明けられたそうです。すいませんでしたと当時の無礼を謝り、今度ヨード卵光お供えに行かせてもらいますと上沼流で悼んでいました。ここで佐川光雄さんのこれまでの経歴について振り返ってみたいと思います。佐川光雄さんは1939年11月9日生まれ、兵庫県神戸市垂水区塩屋町の出身です。歌手、俳優、タレントとして活躍してきました。血液型は O 型です。ライターズカンパニー田畑福子事務所ミュージックオフィスゴーダに所属していました。貿易商を営む家の4人兄弟の末っ子として、兵庫県明石郡垂水町塩屋で生を受けます。父は佐川商店代表の佐川与一さんで、義兄は栗田工業社長の佐川明さんで、おいに佐川一世がいます。この甥っ子が物議を醸しますが、それは後ほど取り上げます。神戸市立塩屋小学校、神戸市立高取中学校を経て、神戸市立須磨高等学校を1年で中退した後に、英語によるカントリーミュージックの歌詞やギターによる演奏法を独学で身につけました。やがて神戸市の須磨界隈で活動していたロカビリーバンドにボーカルで参加すると、白馬車と銀馬車のオーディションに合格しました。銀馬車でのオーディション合格翌日から、クレイジーバブルスというバンドで内田裕也さんとツインボーカルを務めたところ、バンドは大きな人気を博しました。昼は神戸、夜は浪速で歌う多忙な日々が続いたことから、ボーカルを1名追加させる目的でオーディションを実施したところ、歌手志望の中村康さんが参加します。この時は佐川さん曰く、人相が悪くて歌が下手との理由でクレイジーバブルスのメンバーになれなかったものの、後に作詞家、作曲家として佐川さんの人生に多大な影響を及ぼすことになります。銀馬車での東西ロカビリー大会で知り合ったザ・スイング・ウエストの堀武雄さんから誘いを受けたことを機に上京すると、1960年に2人の並木系でビクターレコードから歌手デビューしました。デビュー当初は佐川光雄という名義を使用していました。2人の並木系を作曲したのはニール・セダカで、1960年に来日公演を開いた際にはザ・スイング・ウエストがバックバンドを務めていました。デビューからしばらくは低調だったのですが、同年10月に発売された「無情の夢」が18万枚の大ヒットになり、その後もリバイバルブームを追い風に「ゴンドラの歌」「背広姿の渡り鳥」などのヒット曲を連発していきます。 NHK 紅白歌合戦にはデビュー2年目の1961年から2年連続で出場した。しかし
ネフローゼ症候群や結核でおよそ3ヶ月間の入院生活を余儀なくされたことや、有頂天になった反動で悪評が立ったことから人気が急降下していきました。その最中に自身のステージで前座を務めていた中村さんが佐川さんの自宅でギターを弾きながら10分足らずで今は幸せかいという曲を作ってしまいました。佐川さんは今は幸せかいを音楽出版社に自ら持ち込んだものの、行く先々で門前払いにあったため自費で500枚のレコードを制作しました。中村さんと2人で大阪の盛り場を回ったところ、有線放送のリクエスト件数で1位を記録した挙句、日本国内の全レコード会社からリリースを正式に打診されたのだそうです。結局1968年に本名の佐川光雄名義でリリースの条件が特に良かったという日本コロンビアから今は幸せかいをリリースしました。およそ60万枚の大ヒットに至ったばかりか、翌1969年にはこの曲を引っ提げて NHK 紅白歌合戦へ7年ぶりに返り咲くことになります。1970年に NHK 紅白歌合戦へ通算4回目出場を果たすと、1971年に同業者の伊藤ゆかりさんと結婚しました。伊藤の歌がもともと好きだったとのことで、結婚後に一人娘を授かったのですが、1975年の5月に離婚しています。佐川さんが離婚後に語った話では、子供の頃から歌っている伊藤さんの才能や歌のうまさに嫉妬するあまり、伊藤さんとたびたび口論していたといいます。津川雅彦長女誘拐事件の犯人が警察に逮捕された後で、最初は由美を誘拐しようとして仕事先から帰宅中の佐川が運転する乗用車を尾行していたが、佐川に途中で振り切られてしまったと供述したことも伊藤さんとの口論につながったとされています。結局人生をリセットしないといけないと考えた挙句、離婚を機にルーマーズハウスアスクというクラブを大阪の北新地で開業しました。離婚の1ヶ月後に開いた記者会見で歌手を廃業すると宣言したことによって芸能界を一旦離れています。伊藤ゆかりさんはロス・インディオスに初代の女性ボーカリストとして加入しました。その一方で中村さんは1977年に開いたリサイタルで堪忍してやという自作の楽曲を伊藤さんとのデュエットで披露します。この曲に惚れ込んだ佐川光雄さんは、離婚から1年半しか経っていない伊藤ゆかりさんへデュエットを持ちかけた上で、レコードをまたしても自費で出そうと試みたそうです。実際には伊藤ゆかりさんから提案を一蹴されたため、永田さんとのデュエット曲として同年12月に堪忍してやをリリースしました。この曲は佐川さん曰く中ヒットを記録したことや、 NHK のディレクターからバーテンダー役でドラマへの出演を依頼されたことを受けて、1980年代に入ってから芸能活動を再開しました。芸能活動の再開後は地元の関西を拠点に主に俳優として映画やテレビドラマなどに出演していました。もっとも2003年に胃がんの手術で胃の3分の2を切除、2018年には10年以上悩まされていたという脊柱管狭窄症の手術で腰に8本のボルトを入れられたそうです。このような事情から復帰後は関東地方での仕事を、映画ドラマの撮影や夏メロ番組コンサートへの出演などに限定しました。2006年には自身の意向から芸能生活55周年大感謝祭から生前葬を地元の神戸市で開催しました。もっとも伊藤さんや由美との交流は離婚後も続いており、芸能生活55周年大感謝祭から生前葬にも2人揃って出演しています。徹子の部屋でも2度にわたって共演しています。佐川光雄さんは徹子の部屋へ出演した際に歌への考え方や仕事の質などが違っていたという意味で格差婚だったと解雇しています。伊藤さんと同年代の一般人女性と1988年に再婚したことも明かしています。さて佐川光雄さんですが、実家はどこにあるのでしょうか。両親や兄弟はどんな人なのか気になります。
佐川光雄さんは前述の通り兵庫県神戸市垂水区塩谷町で生まれ育ちました。この町には外国人の住宅や別荘がたくさんあり、空襲に遭わなかったそうです。そのため実家は築80年以上で健在だと明かしていました。佐川光雄さんの親戚について調べてみました。佐川光雄さんの甥っ子は佐川一生さんと言います。佐川光雄さんのお姉さんの子供が佐川一生さんなのだそうです。佐川一正さんは1981年に起きたパリ人肉事件の加害者で話題を集めました。逮捕はされたものの心神喪失状態での犯行と判断され不起訴処分となり、日本に帰国してからは小説家やアダルトビデオに出演していました。佐川光雄さんは本名です。名前の由来については明かされていないため、わかりませんでした。デビュー当初は佐川光雄という名前でしたが、1968年に本名の佐川光雄に変えて活動を続けています。佐川光雄さんのお父さんは一般人です。名前や年齢、顔写真は公表されていません。職業については佐川光雄さん本人が父は貿易商と明かしていました。そのため実家は裕福だったようです。佐川光雄さんの母親はどんな人だったのでしょうか。佐川光雄さんのお母さんも一般人です。お父さんと同じく情報はありませんでした。お母さんは2000年に99歳で天国へと旅立ったことだけは分かりました。佐川光雄さんは4人兄弟の末っ子として育ちました。一人はお姉さんであることが分かっていますが、2人の兄弟については性別が明かされていません。また兄弟は一般人ということで情報はありませんでした。佐川光雄さんは末っ子だったためほったらかしで育ったとよく述べていたそうです。いかがだったでしょうか。今回は佐川光雄さんの家族や親戚、これまでの経歴について見てきました。両親や兄弟についてはあまり情報がありませんでしたが、関係は良好だったようです。趣味は絵画の制作、料理、登山。絵画の制作については小学生時代に画家の中西勝が主催していた絵画教室へ通っていて、須磨高校からの中退後にも新開地の喫茶店で手ほどきを受けていました。中退後に廃品という油彩の抽象画を関西2期店へ出品したところ、当時の最年少入選記録を樹立しました。しかしギターの演奏へのめり込んだことを境に絵画の制作から40年以上遠ざかっていました。60歳になった2000年からチチンプイプイの前略旅先にてに旅人として出演したことを機に絵画の制作を再開したそうです。2011年9月28日に同コーナーの放送を終了するまで11年余りにわたってロケで200箇所を訪れたほか、後年の放送ではロケ先での風景をボール紙に描くという独特の画法も披露していたことがあります。2024年4月12日胆嚢炎のため死去しました。享年84でした。訃報は遺作となったアマロックの封切り翌日となる同月20日に公表されています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。